ちょっとやりすぎちゃったかな。さっきの演技、なかなかの迫力だったな。それとも、実践済みだったかね。さあ、どっちかな。どちらにしても大したものだ。気のせいとも思ったが、やはりか。あっさり私への協力を同意したようだが、実は君こそが、最も私を警戒していた。最初から。そして今もな。おう。よく気づいたね。スーちゃんはああ見えて、根はとても優しいから、こういうのには向いてないんだ。だからこれは私の担当。ほう。君たちは実にいいコンビだ。それはどうも。部分的に突出した能力を持つが、団体としてはあくまで未熟。けれど二人合わせることで、高い次元で完成している。まるでそう選ばれ、訓練されてきたような。そういうのは関係ない。そうやって人のことを分析するのが好きみたいだけど、あなたもその対象であることを忘れないで、シー。二日間一緒に行動したことで、あなたの正体にはすでに当たりをつけている。情報があまりにも錯綜しているから、まだ確証はないけどね。つくづく優秀だな。頼もしいことだ。もしあなたが私たちを裏切るようなことを、少しでもスーちゃんに悪意を向けるようなことがあったら、どんな手を使ってでも必ず後悔させてあげるから。それはつまりだ。逆に言うと、君たちの不利益になるようなことさえしなければ、私たちはいつまでも愉快な仲間たちでいられる。私は優秀な協力者を得られて、君たちは莫大な報酬を得られる。違うかね。違わないよ。そういう悪党っぽいのに単純明快なところ、なーちゃんは好きだよ。ああ、でも恋愛感情の好きじゃないから。なーちゃんにはすでに生涯を決めた相手がいるの。しかし彼の方は、君を手のかかる妹くらいにしか思っていないのでは。やはり鋭い。それは、おいおいの課題ということで。まあ、せいぜい頑張りたまえ。